Hola a todos, chavales. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Side Slot. ¡Vamos allá! ダメだよ。 そろそろ来てくれる頃だと思っていたわ。この人。この子は電脳空間の波間を泳ぐデジタルの奴隷にして、女探偵の忠実なるしもべ。そして、あなたを助けてくれる、そうね、言うなれば運命の人よ。奴隷にしてしもべが私の運命の人。 紹介するわ。この子はサイオ。あなたや私がいるこの世界とは違う世界。パラレルワールドから来たデジモンテーマよ。
実はね、サヨの相棒のディアナモンが突如として姿を消してしまったの。それでデジラボのミレイさんに相談したら、元いた世界からこっちの世界に連れてこられたってわけ。でもミレイさん、私はディアナモンを取り戻したいだけだよ。どうしてこんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人なの？そんなの納得できないよ。何がどうなってるのかちゃんと説明して。ディアナモンを取り戻すには七大魔王のデジモンを全て倒す必要があるの。七大魔王だったら私が全部倒したよ。それはあなたのいた世界の七大魔王でしょ。悪魔系デジモンの頂点に立つ七体の魔王型デジモン、七大魔王。彼らはその力の強大さゆえに全ての平行世界に存在している。それは一種の封印のようなもので、各世界に存在することで彼らの力は分散している。誰が仕組んだわけでもない、宇宙の摂理として自然発生したシステムよ。さよ、あなたたちがあなたの世界の七大魔王を倒したことで、この世界の七大魔王は力を増した。その罰としてあなたのディアナモンが消されてしまったの。そんな、私そんなつもりで。ええ、でしょうね。でもこれは起きてしまったことよ。この世界の七大魔王を倒さない限り、あなたのディアナモンは帰ってこない。ディアナモンがいないあなたは七大魔王に太刀打ちできない。だからあなたが七大魔王を討伐するの。理不尽な罰を受けたディアナモンを助けるために。でも私にだってテーマとしてのプライドがある。この子に全部任せるなんて。そうね、あなたは向こうの世界ではコロシアムで優勝した最も優秀なテイマーだものね。けれど今のあなたは無力な存在。相棒とプライド、どちらが大切なのかしら。こんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人だなんて。今はミレイさんを信じるよ。私はダークムーンシティのテーマチーム、ナイトクローのサヨ。よろしく。勘違いしないでよね。私君のこと認めたわけじゃないんだから。決まりね。それじゃあ七大魔王の討伐よろしく。七大魔王の居場所は私が占ってあげる。準備ができたら声をかけて。全ては運命の導くままに。やるしかない。
いてくれてよかった。
Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, compartid, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.